こんにちは、着物アート巡りです。なぜ私がコンサートホール解説の動画を作成しているのかは、以前にアップロードしている自己紹介動画を見ていただければ幸いです。推しの音楽家の演奏会や聴きたいプログラムの場合、遠出もしています。今年は夏に辻井伸之さん、秋に福間幸太郎さんのリサイタルを聞きに、軽井沢の大賀ホールへ行ってきました。比較的車両が新しい北陸新幹線は、着物でも安心して快適に乗車することができますよ。今回の動画では、この北陸新幹線のポイントをお伝えするところから始めようと思います。もし着物で移動の際に広いトイレの方が安心なら、7号車に座るのがおすすめです。7号車あたりがおすすめの理由はもう一つあります。それは軽井沢駅新幹線ホームのエレベーターとエスカレーター、そして階段がホーム中央近くにしかないためです。全部で12両編成の北陸新幹線で、端に位置しているグリーン車やグランクラスの車両からは出口までの距離が結構長くなってしまうのですよね。軽井沢駅北口から歩くこと10分ほど、広々とした緑の敷地の中に大地のぬくもりを感じさせる大賀ホールが見えてきます。大賀ホールにはクローク設備が備わっていますが、私が今年訪れた際には感染症対策のため運用停止されていました。一方、ドリンクカウンターは7月も10月も営業していて、7月はワインを白赤ともに、10月はスパークリングワインを休憩時間に楽しむことができました。これはとても嬉しかったです。私が見た限り、この頃東京都内のコンサートホールはドリンクカウンターを休業していました。クラシック音楽鑑賞とワインを切っても切り離せない私のような愛好家にとって、東京から1時間程度で日帰りもできる大賀ホールはとても魅力的なホールです。はるばる軽井沢へ足を運ぶなら、宿泊と観光もしようと計画される方も多いことでしょう。このようにクロークが開いていないときは、大きめの荷物をどうするのか十分に考えて向かうことが賢明です。同時に軽井沢駅から大賀ホールまでは徒歩だと10分程度を要しますので、荷物を持ちながら着物で歩くのも少し大変です。軽井沢駅北口にあるコインロッカーの活用を検討してみましょう。大賀ホールは総観客数が800名という居心地の良い規模のホールです。どの座席を選んでも演奏者との一体感を味わえそうですが、ここでは私が座った1階 SLA 席13番14番の魅力を通して着物ポイントをお伝えします。まず SL ブロックはステージと同じ高さにあることから演奏者を眺めやすいです。続いて列ごとの段差があり、さらに SLA 席13番14番には後部座席が存在しないことによって、和装での滞在のしやすさが向上します。それらの着物ポイントは表に記載していますので、ご覧になってくださいね。ところで写真を見ると一目瞭然ですが、ピアノリサイタルの場合、こちらの座席からはピアニストの後ろ姿と鍵盤しか望めません。それなのになぜこの座席をおすすめすると思いますか？それはこの座席が出演者がステージに出入りする扉のすぐ脇にあるからです。
出入りのたびに近くでお顔を見られるというこのような贅沢を味わえる座席レイアウトのホールはそんなにありません。 SLA 席13番14番は和装目線とは別に推しのピアニストがいる一ファンの目線からもとても魅力に尽きない座席でした。トイレは各個室内に棚と荷物掛けがあります。窮屈な感じもなく、個室内での荷物の取り扱いや使い勝手の面から見て特筆する注意事項はありません。一方お伝えしたいのは座席から1階女子トイレへのアクセスです。女子トイレの場所がステージの上手側、つまり座席表で見ると R で表記されたエリアに近い方になるため、ステージ下手側に近い私の座席からはトイレに到着するまでに結構な時間がかかりました。そしてすでに多少の行列となっていました。先ほどおすすめしたステージ下手袖の座席はマニアックな魅力を有してはいますが、休憩時間の利用効率を考えると少しだけマイナス要素となります。何を優先して座席を選ぶのか、これらの情報をお役に立てながら考えてみてくださいね。洗面台の蛇口はつまみを上に上げて水を出す手動式で、ハンドソープは洗面台上の数箇所に独立したボトルの状態で設置されていました。写真にある可愛らしい手押しのポンプ式です。毎回のお伝えになりますが、手洗いが手動の場合最も気をつけたいのは着物のたもとです。できるだけ水濡れから守るためにご自身でティッシュペーパーなどを携帯することを忘れないようにしましょう。姿見はありませんでしたが、洗面台の鏡はお太鼓のタレがちゃんと下がっているかどうかを確認できるくらいの大きさと高さでした。帯に手を触れる場合には手洗い後の水分をよく拭ってからにいたしましょう。この日のピアノリサイタルはバッハにメンデルスゾーンという古典派プログラム。バッハの肖像画を眺めていたところ、ゴシックレースが添えられたものを見かけ、その印象をコーディネートに取り入れて組み立てたのがこちらです。ゴシックレースの羽織をまとい、お気に入りのトーク帽もかぶって鑑賞しました。それでは次回の動画をお楽しみに。